初見いらっしゃい。ケチ、どうも。ロキちゃん、太陽もコンテありがとう。ここです。はい、もういよいよ寒くなってきたな。もうちょっと表で歩くとき、ちょっとコート羽織んなきゃなと思って、羽織って出かけたんだけど、出かけたって言ったって近所だけどな。ファミマじゃないけどな。ああ。洒落てんべ？なあ。これをなかなかね、これをなかなかね、エド・ハーディのジーンズに合わせる人はいないよ。うん。マジで。うん。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビです。やっぱ配信者はよ、夢売らないとダメだよね。ああ。せこいとかなんか、カツカツはダメだよね。ああ。小木正夫さん、お疲れさんです。と一もいらっしゃい。いつもありがとう。じゃねえとさ、インターネットの配信会もさ、やろうと思う人が出てこなくなるんな。いや、まあ、出てきた方がいいのかどうなのか、パイの取り合いだからさ、今どっちがいいかなと思うけど、リスナーから見たらどう思うのかな。やっぱりほら、推しがいるだろ、自分の中に。え、全然重装備じゃないよ、俺。これ、ワイシャツ1枚だから。うん。今日は寒いかの。ちょっと出かけてたから。うん。ずっとは、オギー？あ、いや、オギーな、そこは違うんだよ。俺はリスナーが話振ってくれるから話せてんの。自力じゃ大して話せねえから。うん。例えばさ、森友がさ、さなさんおはようとか言って、とか言って、今日は寒いんかな？いやいや、俺今日ちょっと出かけたんだけどさ、もうやっぱ上はめてダメだなとか、こういう流れに持ってったりとか、一個のコメントで引っ張っていくやり方？ゆっけさん、こんばんは。だからリスナーがきっかけを作ってくれて、あとは配信者がどう膨らませるかだよね。うん。森友のとこ今何度よ。俺のとこ今十何度これ11度だね。もう頭きたから、今からタクシー乗って江坂行っちゃおうかな。
ゲルドラいらっしゃい。始めたてだとコメントも上がらないんで、あーだからな、ある程度のリスナーを最初作んないとな。でもな、10人来たらなんとか なるで。ああうん、ガチンコ10人いたら、うーん、俺はやれると思うよ。高3の息子がぐらちゃる、やめれやけっちゅよ、見せるな、ダメだっと。俺なんか小学生から電話かかってくるぐらいだからな。9度かよユッケ、俺のこと2度しか変わんねえじゃねえ、2、3度しか。ああそれでも俺一応ロールアップしてるけどね。可愛くねえ、53歳のロールアップ。おぎちゃん、小学生の時からだいぶフリーな、だいぶっていうか何年前だろうな。ちょっとね、出かけてた用事があって。大した用事じゃねえんだよ俺の用事は。うん、あー昔な、だから東京の頃のな、コートがおしゃれ、おしゃれかどうかわかんない。俺ほら細いからさ、もう、シャルテンでなあ、うん、夜中のラーメンが美味しい季節になりましたね。あのさ、もうそういう話すんのやめてネイマー。もうさ、そういうのさ、考え出すとあのスイッチ入るのやめてね。そうかな、タンクの配信好きだったわ。うるせえよ。ねえ、やめろやめ。かっこよかねえべや。コート？これ？これそんな大したことねえや。うん。もうこれ何年前だ買ったの？ 4 年前ぐらいか。4、5年前だよ。もう4年か。うん。タンクってタンクトップ俺が着て配信やってた頃。うん。この間のか、森友が言ってんのは昔の、プリマの頃だったら、ちょっとむきってたよな、俺な。いや、どっちだかわかんねえけど。
昔は無切ってたんだよ。ああ、え？いやでもさ違うんだって。俺ね思うの、他の配信者ってわざとやっぱあのキャラ作ってるよね。やっぱダサいのがいいっていうか、ダサいのがいいのかな。リスナーから見たらダサいの見てホッとすんのかな。でもそれは夢がないよな。RTM こんばんは。ユッケ、あ、そのタンクトップ、何日か昨日だかぐらいじゃね、着てやったけど、ごぼうみてえな腕出したけど、風邪ひくようになっちゃうんで、もうやんないよ。いい夜ですね。何がいい夜なのかわかんねえけど、でも俺多分あと20年は死なねえような気がしてる。だって俺超目力あるもん。多分死なねえな。死なないでね。おい、ゆきんこいらっしゃい。坊ちゃん、どうかな。俺とは、まあ、一応、連絡したりとかはしてるよ。ご飯食べたとか、おーおーおーとか。今から風呂入ってくるとか。スクリーンショット撮ったもんじゃねえよ、森友。何に使うんだよ、その、俺の目力よ。体幹麻痺だから、タンクトップはダメだよ。ゆきんこコンテありがとう。ゆきんこ配信やってねえの、最近。あっちか。ふわでやってんのか。なあ。アップしたらありがとう佐野さん。意味がわかんねえよ、もう今好きに使えよ。もうフリー素材ですから。ビクトリーふざけてんな俺も。もうよ、俺も53歳だからよ、静かにやりたいんだけど、なんかちょっとずつね、やっぱ若いやつの配信見てると、見るっつっても張り付きではそんな見ねえんだけどな、見るといやーなんかそういうのかまさねえとダメなのかなみたいな。スクショ失敗しました、うるさい、もう一回やるってことだよ、行くぞ、ビクトリー。長めね、
長めビクトリーね。また森友絶対取ってるぜ。ああ。あ、ゆきんこ違い？ああ、太郎な。ああ、いいよ。うん。いいねえじゃねえか。何がいいねえだよ、お前。夏メロか。取ったよ。絶対取るに決まって。ビクトも、ビクトリーはまさに小手半通りじゃねえか。お前サムネに使うなよ、ビクトリー。文字盤に設定、やめねえやん。53マジかよ。そうだよ。おう、トラトラちゃん。俺だって、お娘もう31か。おう、長女は。おう、うん。ふざけたおっさんなんだよ、俺よ。私もスクリーンショー押せなかった。10秒欲しい。俺に10秒頑張れっていうのかよ。あ？いや、サムネダメなのとかあるんだよ。いいよ、もう好きに使えや、もう。うん、おう、りきちゃん。おはよう。りきゅうが来たから。りきゅうちゃん来たよ。ビクトリー。ウェイ、なもんでいいか。もう、もうだ、なんでもスクショやっていいけど、うん、だって10秒ぐらいやってって言われたからよ。バッチシー言って。うん、おやすなす。ぼーちゃん、あ、うん、LINE とかではお話はしてるよ、いつも。いや、その連絡あったってレアルは心配してんだろ、ぼーのこと。ジャケットじゃない、これコートなの。ほら、うん、うん、シャレてんべ。うん、いやいや、俺はあの服はあの洒落てっかもしれないけど、中身が、人間がな、洒落てねえからダメなんだよ。ツイッター変わった？違うよ、あーたろう。俺はツイッターはもう4万6000人フォロワーがいたのが、アンチの総攻撃を食らって凍結だから。ああ、かっこいいやろ、これ、佐野さん。森友早速やってんじゃねえかよ。ウケんだけど。まあ、任せるわ。そうなのよ、俺は、あの、ツイッターはもう、俺ね、最初にね、ツイッターか作ったの、2009年か。うん。俺が作ったのは。うん。だいぶ早いぜ。だって、あ、リキューいるよ。うん。だって、相互フォロワーになってるもん。ね、リキューちゃん。っていうか、自爆やってねえの？あ、まあ、やってねえっていうか、まあ、もう終わったのか。どうせ酔っ払ってんだろ。
だからなんだろう、まあもうそのお礼的にはもう普通、あ、最近はやってないです。あ、そう、元気ないの、元気ないのとか、まあまあ気分のこういろいろあるからな。だから俺の場合はさ、あのもうめんどくせえから、もうなんかツイッターで告知とかなんとか、いい今からやりますとか、承認欲求はわわわって言わなくて もう勝手に枠開ければさ、もうそれでいいんだよ。ああ、おいちゃんだからな、それでよくね。だってうちのリスナーも、だってよ、ガツガツしてる俺は嫌だんべや。ああ、見ててよ。あのさん、いっぱいいい服持ってるから一つください。いい、俺結構リスナーに何でもあげちゃうけどね。俺ジョン・ガリアーノのジャケット、あ、20万弱ぐらいしたのをリスナーにあげたよ。ああ、いつもよくしてくれてるから。うん、もう着ねえかなと思って。なっちゃんがありがとうブール決まった。あらす、え、このジッポー、これ、うなちゃんマンジッポー部長さんバージョン、いいでしょ。へへへ、ちょうだいとかダメだからね、そういうのすぐ欲しがるから。ああね、ダメよ。リスナーさんが作って送ってくれたの。あともう一個あるんだよ。どこ行った。うん、そしてグーちゃん、うな、いいだろう、おい、リスナー。でもな、俺があんまりリスナーにさ、口の利き方とか悪いからさ、切られんだよ。うん、だからプレゼントコーナーになってねえから今。これ一個しかねえんだから、どっちもよ。なんでもくれくれやった。じゃあまた新しいの俺なんか買わなきゃなんねえじゃねえかよ。っていうか買うっていうか俺買ってきたんじゃねえんだよ。もらいもんだから。なあ、いけいけ？俺が？そう見える？これ嘘だからね、全然。あ、イケイケに見える。私は兄貴に800万の時計買い、何のだよ、ウーブルかなんか、あの金ムックかなんか買ったのかよ。あ、いや、
600万って言ったら、まあまあ、まあちらっと見たらわかるよな。ああ、ピゲか。ああ。もう、じゃあ、結構年配の人だよな。ピゲとかな。ああ。つける人はな。石入ってるやつだろ。うん。高いよ、だから、オーディマピゲなんて。なんか、パッと見、高そうに見えねえんだけど、うん、ズコーって感じだよ、うん、ジェラピケ、あ、いや、わかんない、それは、俺は、うん、ブッチョのキーホルダーとかもあったらいよいよね、キーホルダーなあ。そうそう、だから年齢いってる人はピゲとかああいうもうごっついのとか嫌がるから、さらっとしたのがいいんだよな。うん、ヤクザみたいになるのはやめてほしい。だからヤクザじゃねえっつってんだよ俺は。ならない。で、ここの絵面を見て誰がヤクザだと思うの。やめて、もみんな53歳のおじいさんをいじめないでね。なあ、利休、俺どっから見たって普通のおじさんだよね。なあ、いや、臭いのは臭いかもしんない。うん、心身、いや、トラトラいい、別に謝ることはね、うん、指ごはん、そういうこと言ってんじゃねえ、飛んでねえよな、縁故とか飛んでねえから。ああ、間違いやってねえし、ひとかると来るわ。うん、よいしょ。坊ちゃん寝たのかな、聞いてんのかな、ロムってんのかな、まあ、ロム中だからね。よいしょ。昔に比べて優しくなったから、ああ、どうかな、どうなんかね。いや、ホームレスって今家の中から配信してんだから、松茸、もうそん、もうお前の脳がコッパッパーだよ。うん、同じコメントを何回も打たなくていいから、もうな、うん、ただのかまってちゃんのクソニートだろ、親指の爪が巻き爪だろお前、あ、マジックテープのお前、東京靴流通センターのダンロップ履いてんじゃねえぞこの野郎、990円のよ、あんたたち行くわよ、いいわね、てめえ、しかも、かかとが内べりしてんだよ。おい、またずれやろうよ。坊ちゃん、坊ちゃん、どう、まあ、わかんない。
住むところが三角公園の近くって。いや、どっちの三角公園、西成って言ってんの、それとも南の雨村の。雨村のあんなとこなんか住んだらもう夜中中うるさくてしょうがないんだよお前なあ。だんだん三角公園の近くに住んでますよね。住んでないよ全然。 KW 行ってマスターレジデンス行って今ここだから。少なくとも俺の住所は大阪来てから一度も中央区から外れたことはないです。はいね、よろしくリサーチしろよ。まったけ、口なんかいくら尖ったっていいんだよな。まったけよ、尖ってもいいの、これで食ってんだから喜んで食な、尖ってやるよな。おめえの口が尖ったって銭なんか上から食ってこねえんだよバカだよ。クソみたいなこと言ってんじゃねえよガキャよ。なめてんのかよ。辻元、まああれはね、だから俺の予想が当たったろっての。あれは通しちゃダメだよって俺言ってたじゃんかよ、選挙前に。せいぜい比例で引っかかるかな、ギリかなと思ったけど、比例でも落ちたなと思って。今俺さっき見たら11度だったよ大阪。うん、でも風が吹いてないからまあまあ。うん、佐野さん最近優しいですね。いや俺だって俺だっても喧嘩してねえもん。うん、俺をホームレス設定はもういいよ。だからそういうことね。でもここの家はじゃあ誰の家なのねえ、まずそこ潰せや、クソがよ。おい、まずそっからスタートしろよ。なあ、俺に遊んでもらいたいんだったらそっからだよ。見た目が、お、見た目だったらいいよ。うん。でも、見た目がホームレスだけど、実際、ちゃんとお家あるんですね、とかさ、そういう可愛げのあるさ、セリフ書かないとダメよ。うん。6枚着込んでんだけどってすごいなそれ。俺結構暑がりだから、うん、家もなくなるだろう。え、いつ？
言ってることがよく分かりませんけど、あんたたち行くわよ、ケビン。ありがとうございます、皆さん。あざっす。もうすぐ4時か。悪くない。暖房、まあ、暖房はな、まああれよ、ユッケよ、これからよ、またあの第6波が来るとか言ってっから部屋の中乾燥させたくねえじゃん。そんまあね、まあ加湿器買うのかって、まあ加湿器か、まあ、だからユッケ、俺は風呂入るじゃん、あ、4ついらっしゃい、俺風呂入るじゃん、そのまんま湯船溜めておく、夜つかり湯やって上がって体洗って頭洗ってそのまんまにしておくとちょうどいいの、湿度が。ああ、佐野さんはワクチン接種したんですか？俺がすると思う？ね。そうそう。だから風呂前にお湯だけ溜めといて、あのそのまんまで出ちゃえば、そのお湯が蒸発ゆっくりするから。意外と湿度は保たれんのよ。だから俺の場合は次に入るときに一回ボコって抜いて、バーってあの、もう冷たくなってるお湯が、お湯っていうか水が引いたら、バスマジックにね、キュッキュッキュッってやって。ん？なんでわ、あんなもん信用してねえからだよ。絶対風呂も冷水やんってんのかな、この人。大丈夫かな、もう俺に粘着すんのやめて、松竹さん。なんか俺に恨みあんだったら、なんかされたねえ。じいじに教えてあげよう。
ああ、部屋が乾燥しねえようにって。おお。なんで、じいじ乾燥に弱いんだ。意外と。ねえ、たくそうなのに。あそちゃんいらっしゃい。です。